諫早湾干拓事業をめぐり、国への開門命令を事実上無効にする最高裁の決定などを受けて、漁業者らが今日国に開門しないという前提をなくした話し合いの場を持つよう申し入れました。有明海の漁業者や弁護士の4人は今日午前、農林水産省を訪れました。漁業者らは野中厚志農林水産副大臣に潮受け堤防を開門しないという前提をなくした話し合いの場を持つこと、開門調査を行うこと、今シーズンの海苔の不作に対して国が損失を補填する有明海特措法による支援を申し入れました。本当にかの国の公共事業というのが何なのかと、豊かな地域を作る、そしてそこに住む生活をしている人たちが豊かな生活ができるのが本当の公共事業じゃないかと。国は環境を壊し、社会を壊し、そして私たちの生活も壊してしまった、大きな罪を作っています。漁業者らは午後から農水省や水産庁の担当者と意見交換を行う予定です。